カメラ見て。こっちの画面見ない。わかった？はい。絶対ね。うん。はい。わかった。うん。はい。いくよ。どうも、ゆたほ。めです。たむです。くもです。はい。まあ先日ですね。お兄ちゃんがお仕事で長野県に行ってきたんですよ。でお土産で買ってきてくれたこちら、イナゴの甘露煮買ってきてくれました。イナゴ大好き。食べていきたいと思います。ゆうたほチャンネルでは開けましょう。あのね、うん、昨日食べたかったけど、うん、開けるところもするって言ってたからもう諦めた食べたかったんだね昨日、うん、あー本当だ、めっちゃ甘い匂いがします。イナゴってさ、水だもんね、うん、でもさ、コリコリしててさ、美味しい。うんね、なんか私、串刺しみたいな感じでね、うん、食べサービスエリアかどっかで食べたんだよね。うん、そっからすごい好きで、うん、もうずっと大好き。開けられなかったけど、開けられた皆さんちょっとごめんなさいね、虫苦手な方はちょっとあれかもしれないけど、こんな感じで入ってます。こんな感じです。虫です。イナゴは虫です。わーい、すごい。なんかバッタみたいだね。ね、確かに。バッタでイナゴってさ、うん、わかんない、わかんない。結構バッタだよ。バッタ、はい、バッタの仲間です。わかりました。カルシウム。はい、はい、すごいな。待ってね、私たちのおばあちゃんの実家が長野県の伊那市なんですよ。の田んぼで、これなんかバッタも、バッタ、バッタの仲間です。タンパク質、バッタの仲間です。え、バッタじゃないの？え、バッタの、バッタ、お母さん、え、バッタの仲間だと思う。あ、バッタの仲間、バッタ、失礼しました。バッタの仲間です、多分ね。ちょっとね、もう一回見せますね。こちら出しました。うね、顔を隠して、顔を隠す感じ。お腹がちょっとこぼれて、ちょっとね、大丈夫、こうするのが一番いい。うわ、こんな感じです。美味しそうだね。顔がピンと、はい、今顔隠して、顔隠して、なんかわかんないけど、とりあえず、はい、それではね、ちょっと食べていきたいと思います。今ね、2回目食べるの。え、なんで、うん、前食べて、今日、うん、僕4回目か3回目1回じゃない、2回ぐらいじゃない、みんなみんな2回じゃない。え、ほんま生まれてない時食べたことある。まあ別に何回でもいいよ。ちょっと待ってね、今からね、食べていきたいと思います。どれでもいいよ。おっきいの選んだね。選んだ、取られた、取られた、取られた。じゃあいいよ、いただきます。せーの。うん、おいしい、おいしい。長すぎて喉に詰まっちゃった喉にちょっと刺さるよね、わかる。なんか甘くて甘いなので、甘いのが強くてしょっぱいのが弱い。みたらしの味みたい。わかる、それわかる、わかる、表しやすい、素晴らしい。なんか甘じょっぱくて、なんかね、うん、めちゃくちゃ美味しい。毎日食べたい、毎日出てこい。夜ご飯に食べたい、食べたいね。なんかご飯とかにも合うんじゃないかな。確かに、まあちょっと虫なので、まあ羽とか足がシャキシャキ最後に口に残るな。わかるわかる。で、ちょっとこれ気づいちゃったんだけど、ASMR とかさ、ちょっとシャキッとするからさ、いい音がすると思ったから、お姉ちゃんちょっと今からやろうと思います。虫が苦手な人とさ、音口が苦手な人さ、地獄だよね、ほんとごめんなさい。食べます、いただきます。
ですけど、まあね、こんだけいっぱいあるのでね、まだまだ 100% いっぱい食べていこうと思います。はい、ということでね、終わりにしたいと思います。はい、せーの、まあ、テイク2